はい、皆さんこんにちは。今ねゲインズボローの方に来てます。懐かしいでしょ。 YouTube でね皆さんたくさんご覧になったと思います。はい、ここで朗報です。実は今年の12月から、再度こちら使えるようになりましたね。よってですね12月1月とオーストラリアゲインズボローグリーンゴルフキャンプ開催いたします。こちらのね夏ね意外と爽やかなね風が吹いてプレーしやすいです。ジメジメしてませんね。コースの方はですね緑豊かで、多くの自然動物いてねカンガルーやコアラに出会えるチャンスもあります。ドライビングレンジの方もねすっごく広いんですよね。視認性も良くて、ゆったりしたね環境で練習できますんで今ここで上達できるチャンスですね。一緒にねゴルフ学んで上手くなりましょうよね。もうすぐウェブの方でですね、募集開始いたしますので、皆様のお越しをお待ちしてます。よろしくお願いいたします。はい、ゴールドワンゴルスクールの板橋です。はい、今日はね、クラブをこう振っちゃう人もう止まんないよねこれ振り出したらね、と振らないでもスイングできる人の、違い、まあその要点をちょっと話したいと思うんですけれども、振ってる人がいくらあの動きのシークエンスって順番足からとかね足の踏み込み腰の回転からつっても結局は振る人は振るんですよこれね。振る人はやはりもう手をすごくやはりアクティブに使っちゃうんでボール曲がりますね。なんで振っちゃうんですかってもうその癖ついてるからですよ、僕の中でねすごく大切なのはやはり野球でねピッチングフォームもバッティングフォームもそうだけど、まず最初に体からいって手が遅れてきますよね。この時って実はバッティングもそうなんだけどここ上腕がバックスイングでしっかりバックスイングピッチャーでもバッターでもそう上腕がしっかりこっち入ってるかこう入ると後ろの脇が締まるここ、ね、しっかり締まるんだこれ入ってダウンスイングでこういう動きここ蝶つがいになって後ろが締まる動きみんなあるんですよこれこれそうするとローテーターカーフって肩甲骨裏がロックされて手触れなくなります。要するに以前の動画でも話しましたけどゴムギューッと引っ張るでしょ。でここを蝶つがいの役目して、ね、後ろの肩甲骨筋ローテーターカーフが稼働します。これロックしてます。この状態この状態この状態ですよ、ね、でこの動きできないと体では振れないです。体さばきで振れないです。いくらでもここが緩んでしまうと、ね、肘から先ピュッと動いちゃいますから要するに手が出ちゃうボールを当てに行くという動作が始まります。ピッチャーでもこの辺だよねこの辺でもう閉まってるもん。ゴルフで言うとここだよねこの高さね頬より低いところで閉まったって意味ないもんね。こうかなり早い段階だからこの辺が仮想インパクトイメージなんだよね。これ閉まってます。
これね、チューブ引っ張った状態です。あとよくあのボール持ってこういうモーションあったでしょ、ね、ここで体が入ってって、ここで終わったんですよ。ここで閉まる。スポッてここから落ちます。体入ってってますね。振っちゃダメ。これこんだけの動き、こんだけだ、ほとんどトップから変わってない。こんだけの動きね、体入っていかなきゃクラブを振らないスイングできませんよ。ね、これが振らないね。何度もこういったこの動画ありましたよ ね。またこれ再確認してください。大事です。開いたら絶対ダメ。手打ちになります。ボールを押します。手が返ります。気をつけましょう。ね。それとあとは前傾なんですよ。やっぱり体が起きてるとボールから遠い分手がこう伸びちゃう。キャスティングしちゃうんです。だからしっかりアドレスの前傾のままでもいいんだけれども、とにかく自分で地面に圧をかけてしっかり前傾をキープするってこと。この時ね、ほら閉まってるんですよ。これ閉まってるんです。こっち側にね、外旋してるの。これ外旋したままだとここ肘から手のひらの上までお盆乗せたような形キープできるんですよ。これでここがもう緩んだ瞬間に手が伸びるんですこれ、ね、だからゴルフって非常に脇の後ろのインナーマッスルローテーターカーフすごく使います。これこの動きこれロックしないと回転できないです。空の回転でいったらこうなるよね。目線は一旦こんなとこ見てます。一旦でここから肩こう水平に引くことないから、これ突っ込んじゃうから、こういったらこうだよね。なんか下からこうボールがこう出てくのを目線下から上を追っかけていくような目線じゃないと前傾起きちゃうし、肩が縦に回転していかないです。インパクトゾーンの時に水平回転の人はボール散らばります。こうこうです。まだ右の肩の方が左肩より高いよね。これでこっから左足の裏で地面蹴って体起き上がってきます。こう下この辺見る、グワンってこう下から上、そういう目線ですね。こうはないです。もうこうやったらもう絶対手出ちゃいますからね。ここ外旋すると同時にこう入ってきます。ね、よく言ってるジャイロの形になるよね。この回転、この回転、この回転覚えて。こうじゃない。最悪ですこれ。これもダメ。ピュッて素晴らしいね。ナイスボール。線引いたらやばいもんな。これあくまで練習のこと で、はい、実際ここで素振りするときは膝の高さを後半加速するようにして落下のタイミングでピュッてそう。
ぐるぐるぐるって回ってる地面をこうドリルで掘ってる。今のバンカーの状況どうかっていうとね、砂ならしが今斜めになってますね。バンカーの左足下がりのラインに来てます。こんな状況ですね。とまあ、後ろから見ていただきたいんだけど、こういう動きね、これ地面にトップから左肩開かないでお辞儀して圧かけてるの、体重かかとです。この時にこの上腕の開外ができれば肩甲骨ロックできます。これそう、手が出てきませんから、こういう動きね、ロックしてますから、もう手のひら上向けてここにお盆乗せられます。こういう形ね、前にボールに圧をかけながらかかと体重でこうロックしてます。そうすると左手って伸びきんないよね。こういう形になります。でどん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 これを下に、左斜め下に圧かけていくと届きますからね。この前も言ったように、もう膝裏に角っちょ引っ掛けたまま右のお尻引っ張り出す感覚だから、ほんと振り遅れていいの。でこっち入れ替わる。ね、だから前傾姿勢とこの上腕の開外がしっかり切り返しではまったら腕振らなくなります。だからここからここの瞬間だよね、ちょうどクラブが立つぐらいのところ、ここ右耳の横で立つぐらいのところで、この前の海外の話、前腕の海外の話しましたけど、こう立つぐらい、こう寝ちゃダメね。こうここです。ここでも仕事終わってます。肩甲骨締まってますね。お辞儀して膝の高さにクラブあります。これね、こうしたら振らないよね。結局ゴルフってダウンスイングの時に切り返しからこうフェースって、みんなプロのデータ見ると50度ぐらい開いてるんですよ。開いてだいたい閉じてきますから、ね、ここの閉じるっていうのは自然現象なんで、自然のことなんで、これを抑えることが大事。勝手に閉じてくんで、ね、開くでしょ。ここで、はい、僕なんて50度以上の感じだよね。このぐらい開くつもりだから、まあ実際は速い動きなんでこんな90度も開いてないかもしれないけれども、必ず開く方向に使うでしょう。開く方向って全部こうなんですよ。こうこうこう伸ばしたくないからね、後ろ閉まってる。こうそうするとここのコの字が崩れないよね。崩れないでしょ、これ閉まってるよね、これ。はい、そうです、ここです。ここちっちゃく回るから振らないよね。ね、もういい加減フルスイングはやめた方が僕いいと思います。もう世界標準の流れがフルスイングじゃないから、もう体さばきで打ってるからね。ちょっとね、振らないためにやっぱアプローチがいいんだよね。ちょっとお見せしますね。上げるじゃないですかね。
腕を右腕を体から離さないで上腕回転してますこれ。こう、ね、こういうのダメ。こっから、ね、今チューブをこう引っ張った状態ですからこっからも振らないで自分の中ではもうここ直角ぐらいのイメージ直角ぐらいのね、前にお辞儀してってこうこれ振ってないですよね。でバウンスが滑ってますよ ね、 ねこの形これ届くからね、振らなくていいよね。アプローチでやっぱり振らないスイングを覚えないとね。振らないよね。全然振りません。だから左の腰こう引けないとダメね。この前傾作るためにこう突き出しちゃダメ。こう左手はなんだこの野郎ってこんな感じ空いてていいです。ここシャフトの内側は体の左膝の外が近いところ取ってね、こうしっかりこっち抜けちゃったがいいですよね。途中でこう起き上がるとダメね。振らないです。ね、まず振らないでボールをしっかりこう圧縮する練習、やっぱアプローチがいいです。ボールの先のターフを薄く取る、ね、突き刺さないで、ね、バウンスが滑る打ち方でしっかり振らない打ち方を覚えてもらいたいと思います。芝の上で打つって全然違うよね。マットと抵抗がしっかりあるから簡単じゃないもんね。うん、やっぱり早くリリースすると突き刺さっちゃうしね。はっきりダフリって分かるしマットじゃ分かんないじゃないね。しっかりこうやっぱり ボールの前のターフをね取っていくっていうこと大事だね。うん、僕はちょっと今フェードが調子いいな。フェードの感じだな。ちょっと感じ変わりましたよ。うん、めちゃくちゃいいもんフェードの方が。
それとスイングレフトでの勘違いなんだけど、ね、ここのね、ここ入れてくると、タグレス、ね、タグルっつうんだけど、タグル寄せてくるときに、これやっぱ手で振っちゃダメ。これ手で振ったらクラブかぶります。で引っ掛ける人多いんですよこれね。まあそれとか伸び上がった瞬間にフェース開くからチキンウイングになったりね。これね、思い切ってこのグリップエンドここ入れるのはいいけど、手で振っちゃダメですよ。体が入ってきてからね、遅れてきて、かなり遅れてきた段階でここで入るわけですから、早い人ダメこれね。腹切りショットチキンウイングになりますから気をつけてくださいね。これは間違ったインフォメーションです。有料チャンネル、好調です。だいぶ、増えてきましたね。ちょっと本ちゃんの YouTube の方では語ってないことね、しっかり教え込むんで、年配の方ね、50代の方ぜひ見てもらいたいな。女性の方にもね、参考になりますよ、ね。体で打つっていうよりも、なんとかな、クラブ主体に、クラブの動き主体に体がついていくだけですからね。もうそういう趣味しましょうよね。筋力鍛えたってダメですからね。そういった面白い動画どしどし作っていきますので、有料チャンネルの方よろしくお願いします。